じゃんけんほい。ゴールさん、キロマです。ゴーです。どうなら、アイコ、どれだけ続くのか。人生で最高何回アイコ続いたことある？あ、俺でも、ヒロムと結構続くイメージある。ほんと奇跡で、多分人生で2回ぐらい、なんか、あれなんかめちゃくちゃ続いてるなみたいな時があって、それで多分5回ぐらい。最初何も考えずに、じゃんけんしてアイコ続くのか。最初はグー、じゃんけん、ほい。いいね。いいね。いい駆け出し。しょっぱなから。あいこでしょ。いいねこれ打ち合わせしてないから、最初からあいこでしょ。じゃんけん。でも、今のところ全部最初あいこだよね。入り方は同じ気持ちなんだよ。あいこでしょ。わー、また勝っちゃったよ。マロン君、お前グしか出せんやろ。じゃ、マロン君と勝負しよう。最初はグ、じゃんけん、ほい。じゃんけんぽい。こう意識を高めていこう。とりあえずこれ舐めて。これ舐めたからコンディションを一緒にしていかないと。双子だから、ちょテレパシーやってんの。お前アイコが続き出したらもうそこから勝負だよね。最初はグー、じゃんけんぽい。アイコでしょ、アイコでしょ。じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。バカ野郎、それ何？チョキ。これ気持ちはチョキだったでしょ。チョキだったけど、見てここちゃんと入ってるでしょ。ここ4連続今続ける。続けよう。あいこでしょ。じゃんけんぽい。じゃんけんほ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 い。呼んでくれとるのはすごいわ。でもこっちが読み返してまうもんで、違うのが出ないやって。この臨場感伝わないけど、あいこしてたらわかる。すごい広の気持ちが。この臨場感マジ伝えたい。読んでんだなと思って。こっち読んでんのに。最初はグー。じゃんけんほい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 。おー、読みすぎたー。自分たちだけでこんな面白くやってんの。じゃんけん深いなー。暗黙のルールできちゃうんですよね、これ。出来上がっちゃうな。言葉上で喋んなければ作ってもいいんじゃん。あえて避けてきたけど、暗黙のルール作っちゃえば。なんで避けてんだよ、楽しいだよね。まあ今回は良しとしましょう、それは。俺、今んとこ3回連続続く自信あるわ。ちょっと形成しつつあるじゃん、今んとこ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。ほらほらできてるんですよ。できてるもん。100回やったら暗黙ルールできるんだ、信じて。オッケー。俺だったらあれ出すでしょ。あいこでしょ。ほらほら。よし、次あれでいこう。次あれでいこう。最後5回目5回目通じ合ってるよ、絶対今。最後5回目、あいこでしょ。チョキだな、そこは。じゃあもうこっからは暗黙ルール会できてるんで、何も相談してないんですけど、じゃんけん何回目であいこ10回連続できるのか。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、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 あいこでしょ。あー、じゃあね、今何回、何回これ。9回じゃない。暗黙の了解なかったよ今。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、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 あいこで。きたー！ 10 回長っ。こんなむずいんだ。暗黙の了解、本当に言ってません。次何出すとか、全く会話してないんですけど、暗黙の了解出来上がって116回で、あいこ10回連続できました。10回言ったけど、11回目は、どうなってんの？あ、やってみる。直感で、直感で。うん。あいこでしょ。うぅー！
12回いく、できなかったらエンディングで、あいこでしょ。